皆さんこんにちは。新型コロナウイルス感染拡大が続く中、なかなかコンサート会場へ足を運びづらいという方も多いのではないでしょうか。本日はそのような皆さんのために、お家でコンサート気分を味わっていただきたいという思いから3曲演奏いたします。まず1曲目はショパンの子犬のワルツを演奏いたします。この曲は子犬が自分の尻尾を見てくる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 と回っている、そんな可愛らしい様子をショパンが見て曲にしたと言われています。皆さんも子犬が自分の尻尾を見てくる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 と回っている、そんな可愛らしい様子を想像しながらお聴きください。続いてはショパンの黒鍵という曲を演奏いたします。ピアノの鍵盤は黒鍵と呼ばれる黒い鍵盤、そして白鍵と言われる白い鍵盤、合わせて88もの鍵盤があります。今から演奏します黒鍵という曲は、早く動く右手がすべてこの鍵盤の黒い部分、黒鍵を弾くことからこの名前が付けられました。短い曲ですが華やかな曲ですので、どうぞお楽しみください。Thank you.
ハンガリー教師曲第2番をお届けいたします。この曲はトムとジェリーなどでも使われているとても有名な曲です。この曲はとてもピアニスト泣かせの曲でして、とても難しい技術がたくさん盛り込まれております。ピアノを聴いたことがない、全然弾けないよという方でも、ピアニストの技術ってすごいんだな、人間ってこんなに指が動くんだというのを改めて感じていただける曲ではないかなと思います。どうぞ最後までお楽しみください。Thank you.
新型コロナウイルスが早く収束して、皆さんと早く会場でお会いできることを楽しみにしています。